佐藤君には式の原因が分かったって言って、上白石さんちへ向かったまま1回不明になっている人がいるって話を聞くことができた。僕がパルマコースに住んでいた頃のお隣さんで漁師をしているトマスさんが、アタトスクコアの異常気象とは別に海の式の原因があるならそれを取り除けばイセリアに行けるってことだよね。佐藤君ではトマスさんの捜索隊を上白石さんちに派遣するってことだった。当然僕はその結果を待つんだと思ってたんだけど、マルタは自分が探しに行く気だったみたいで行かないのって逆に聞かれちゃったんだ。僕受け身すぎなのかな。結局僕たちは僕たちで上白さんちにトマスさんを探しに行くことになったんだ。上白さんちは危険なところだって言うからちょっと心配だな。メサットコフから出てきたところで突然リヒターさんが現れてマルタを攻撃してきた。僕必死で攻撃を受け止めてマルタを傷つけさせないって言ったんだ。言えてたよね。ちょっと噛んじゃったかもしれないし、本当はすごく怖かったから口の中でモゴモゴ言ってただけに聞こえちゃったかもしれないけど、このままリヒターさんと戦わなきゃいけないのかなって思ってたら、そこにゼロスっていう赤い髪の男の人がやってきてその場を収めてくれたんだ。リヒターさんはゼロスさんを知ってるみたいで、僕たちにアリスに気をつけるように言ってそのまま立ち去ってしまった。ゼウスさんのそとこに用があるかなって言っちゃって、結局僕らはリヒターさんの言葉の意味もゼウスさんが何者なのかもわからないままだったんだ。新たな話では世界が2つに分かれていた頃のセアラ側のミコがゼロスって名前らしかったけど、さっきの人はチャラチャラしててとてもコレットと同じミコには見えなかったから、きっと同盟の別人なんだろうな。とにかくまたヴァンガードに見つからないうちにトマスさんを助けなきゃ。目指すはカミシラサンチはシューバラント王朝はと怖いけど頑張ろう。カミシラサンチはシューバラント王朝と800年前に滅んだシューバラント王朝が神殿として作らせた建物なんだって。当時の建物はもうここしか残ってなくて、だから王朝はとって呼ばれてるみたい。こんな遺跡しか残っていないような王朝を復活させようなんてヴァンガードは何を考えてるんだろう。僕がそう聞いたらマルタも教えてくれた。ヴァンガードの総帥であるブルートは自分が王様になりたいから王朝を復活させようとしてるんだって。マルタはそれはバカみたいだって言った。僕はなんだかそれが嬉しかった。マルタがヴァンガードの一員だったってことも心のどこかで気になってたんだ。ごめんマルタ、でもマルタはヴァンガードの考えをバカげてると思ってるんだって分かってそれが嬉しかったんだ。僕はヴァンガードのこと分かるって思っていたことがあったけど、今では理解できない集団だなって思うようになってたから。ヴァンガードはラタトスクコアを魔導法とかいうものに使うつもりらしい。魔導法っていうかには なんかの武器だと思うけど、よくは分からない。分かってるのはラタトスクコアはマルタを渡しちゃダメだってことだけだ。そうだよねマルタ、ということでじゃあやっていきます。はい、この先に進むとイベント、あの人じゃない、倒れてますね、探してた。トマスさん、トマスさんですよね。あんたは。僕エミルです。お隣に住んでいたレイソルの息子の。大丈夫ですか、怪我は。レイソルの、あんたが。え、そんなはずは。そんなはずって何。え、ちょっと待って、何、僕存在感なさすぎだよ。いやちょっとこれおかしくないか。あのトマスさん、どうしてここにいらしたんですか。そんなはずはって言ってたな。そいつを海で見つけて、多分これが死刑の原因。トマスさん。え、ああ大丈夫、気を失っただけみたい。ちょ、怖いて。これはレモラの死骸ですね。彼らは海の魔物ではありません。この辺りの淡水に住む魔物です。どういうこと。推測の前にこの人を町まで運ばないと。その必要はないと思うな。あ、出たな、アリスちゃん。なんかこう獣になってるとあれと思い出すね、アビスの。マルタちゃんはここでペットちゃんと一緒に死ぬんですもん。アリス、今日はホー君がいないから特別にアリスちゃん自ら相手してあげる。さ、死んじゃって。死んじゃって、あ、戦闘に出るのこれ、アリスちゃんと。わー、お仕置きタイム。なんか魔物いるんですけど。いいぞ。
こいつから行くか。押し待って、よし押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 押し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 押押せんだよ。押しちゃう。癒しの力。ちょっと待って、ちょっと待って。結構さ、周りの魔物も HP 高いんだけど、これ。癒しの力。押しちゃう。もう一回使おう。終わりだ。よし、ナイス。ここにはあ、こいつね。ちょっと待って、アリスちゃんね。あ、でもなんかアリスちゃんだいぶ HP 削れてるんだけど。気持ちいいな、エンバザン。癒しの力、エンバザン。オッケー、あとアリスちゃんだけ。マジか、癒しの力。よかったな。あなたが、よし、いいぞいいぞいいぞ。報酬力が便利、やったー。おしまい、おしまい、よかったー、いけましたね。嘘、ヒュプノスが壊れちゃったの？機械で誇り高き魔物を操った報いでしょう。止まりなさい、止まれ。あ、ゼロス君。誰？かわいいお嬢さん、ここは見逃してあげるから、さっさと消えな。あなた、テセアラの巫女。そう、巫女様が見逃すって言ってるんだぜ。さっさと行きな、ヴァンガードのアリスちゃん。アリスちゃん、あなたみたいな人嫌いじゃないかも。今回は仮にしておくわね、巫女様。やあ、君がマルタちゃんだったのか。麗しのドア未亡人の依頼で助けに来たぜ。あ、ついでになんとかっていう漁師と君の連れのなんとか君も。エミル、なんとか君。なんとかくんね。で、マルタちゃん、怪我は？あなたがテスヤラの巫女だったんですね、ロイドの仲間の。一緒に旅をしたからな。あいつはどこにいるんだ？お前ら、なんでロイドを探してる？あいつは、あいつはお母さんたちの仇だ。復讐のためってか？あいつは私たちが探している宝石を盗んで逃げた大罪人よ。物知らずのガキどもに話すことは何もねえよ。悪いが、ロイドを敵呼ばわりするやつとは付き合わないことにしてる。ああ、ゼロス君。これで失礼させてもらうぜ。ゼロス君はね、ロイドに救われた人ですから。ロイドを信じてるんだね、コレットみたいに。コレットとは違うよ。あいつは僕たちのこと全然信用してないって顔してた。きっとあいつは目の前でロイドが人を殺してもロイドを信じるようなボンクラなんだ。
エミル、気持ちはわかりますが落ち着いてください。海のしけの件はどうするんですか。トマスさんの話ではここに住むレモラが原因だということでしたが。あ、そうだったよね。どうしよう。せっかくここまで来たんだし、もう少し奥まで行って調べてみようよ。ダメかな。ううん、どの道しけの原因は調べなきゃいけないんだもん。行こうよ。イセリアに行けないからね。うん、エミル、ありがとう。私、エミルのこと大好き。うん、ありがとうございます。今日もエミマルの絡み、可愛いです。で、アリスちゃん。アリスって、幼い喋り方するよね。何歳なんだろう。18歳。え、そんなに年なの。あ、18歳やん。自称だから。自称自称18歳。いい年こいて自分のことアリスちゃんだなんてキモいよね。なんかずいぶん気持ちがこもった言い方だな。エミルは経験が少ないからわからないでしょうが、アリスのように自分のことを可愛いと思っているタイプは女の人から嫌われやすいのです。そうなんだ。それでいて女の人は誰しも少なからず自分のことは可愛いと思っているものなのです。女の人って難しいね。いや、可愛いって言ってもらうと嬉しいですね。可愛いとか綺麗とかね。喜ばない人はいないと思うわ。いや、あれだよね、なんかアリスちゃん自称18歳だけど、なんかマギルーとかもさ、なんか案外あれだよね、年いってるキャラだよな。確か年齢不定が多い。あれ、これどうすればいいの。あ、ちょっと待って。あ、ソーサラーリングなくなっとるやん。あ、ちょっと待って。あー、帰る。なんでオタオタはいてカエルはいるんだよ。オタオタ出てこいよ。あいつかわいいやん、オタオタ。ソサーリングどこだっけ。おー、ちょ。ソーサーリングの属性を変えてきたので、多分これに合ってるのかな。おー、よし、開きましたね。なんか暗いところで水の音がするのって怖いね。そうかな。私はロマンチックだなって思うけど。そう?ねえエミル、私ってエミルから見たらどうかな。とても可愛いと思いますけど。何が。私よく勝ち気すぎるって言われるんだ。思い込み激しくて重いとか。やっぱ重い。重い。マルダは痩せてるから別に重くはないと思うけど。そういう意味じゃなかったんだけどこれと思ったらなんかもっとやばい方向に進んでたよね。まあ、いい会話の方向が。エミルの好みのタイプに近づけるように頑張るから何でも言ってね。うーん、尽くすの子かわいい。モテる男は辛いですそれ本気で言ってる。どう考えてもマルタのあれってなんか勝手に僕の理想像を作ってるでしょ。嫌われるより数百倍いいだろ全然。おや、意外と悟いですね。悟いですね。二人とも何か言った。何でもありません可愛いな。あ、しょう、重いが重い。じゃあ、スキットを見ましょう。難問。困ったな。どうしたのですか、エミル。マルタのこと、僕、どうしたらいいのかなって。おやおや、ずいぶん贅沢な悩みですね。からかわないでよ。僕、今までモテたことないんだよね。女の子とどう付き合っていいとか、わからないよ。女性と付き合う上で一番の難関は最初に手をつなぐタイミングです。あ、これ見られる。もしかして手をつなぐ。あなたはもうクリアしているではありませんか。あ、そっか、クリアしてるか。いや、そういう付き合いってことじゃなくて。いや、でも大事やね。なんと大胆ですね。もっと踏み込んだお付き合いをしたいとそんなこと言ってないでしょ。もういいよ、一人で考えるから。大丈夫ですよ。
どうせマルタ様の思いは叶わないのですか。え、どういうこと。え、テネブちゃん、やめてよ、こう不穏な方向へ持ってくの。え、どういうこと。で、じゃあここもちょっとね、攻略見ながらやっていこうと思います。じゃあまずはね、このブロックを落とす。ピュー。で、アイテムはあそこあるね、けど今取れないみたい。ブロックを落としたらこう上の方にね行くみたいで、はしごがあるらしい。あ、ここか。ここのはしごを登る。で、そしたらこれね、淡い光を放つ半透明の球体が埋め込まれているということで、ここにソーサーリンガの光を当てる。そうだね、なんか水流、水の、ね、流れが変わるみたいに。で、そしたら今度は、どこに行くんだ。こっちか、奥に進む。そしたら今度ソーサーリンガの属性を炎にも、びっしりついてて動かせそうにないってなってるので、ここにソーサーリングを炎を当てて、で、毛が燃えると。で、今度はこれを手前に落とす。ポコン、落としました。で、それでまたソーサラーリングの毒性を光に戻す。だからね、またね、ここにね、光を当てるんだって。あ、流れてる。あ、ここに引っかかった。え、水の流れが変わったようだと。さっき通れなかったここの部分が通れるようになってますね。で、今度はこれを落とすのかな。あ、落としました。イベントよね。それにしても地下なのにこんなに水があるなんて。地下水脈なんじゃないかな。なるほど、わかりましたよ、湿気の原因が。本当？ええ、おそらく原因は魔物同士の縄張り争いでしょう。ほう。そんなことで海がしけるの？はい、トマスさんは淡水系の魔物であるレモラを海で見かけたと言っていた。本来はありえないことです。魔物はあまり生息圏を変えませんから、後天的な理由でこの辺りの海とここの地底湖が連結したのではないかと。ねえ、淡水系の魔物って海でも暮らせるの？レモラに代表される種族は海水にも耐性があると思います。へえ。そもそも海はセンチュリオンアクアの領域。センチュリオンは自分の属性の魔物と契約の縁を結び、バランス管理をしなければなりません。あれがリヒターなどという男にうつつを抜かして職務を放棄しているせいで水属性の魔物たちが野放しなのでしょう。アクアのさ、センチュリオンコアどうするんやろな。まったく嘆かわしい。テネブラエってコジュートだよね。コジュート
うんうん。何ですと？男なら細かいことは気にしないの。はい。でもう少しで、ね、多分ね、クリアできる。お、水と闇。テネブライはさ、アクアのこと嫌いなの？難しい質問ですね。難しい？難しい。現在敵対関係にはありますが、ラタトスク様復活という目的の前では個人的な感情など意味をなさないと言いますか。アクアはテネブライのことを陰険とか言ってたね。嫌ってるっぽかったよ。人間の古い言葉にこういうのがあります。いやよいやよも好きなうち。そうかな。そうなのです。いやいや、モテるセンチュリオンも困ったものです。テネブライさん、なんかレイズのさ、ルームに飾るキャラクターとかで来ないかなって思ったりするんですけれども、これゴシックスピナーってか、マルタの武器ちゃん。おー、上がる。もう少しでここのダンジョンもクリアなので、セーブポイントがね見えてくると思うので、そこで今回やめようと思います。前のマップで流したブロックがここに行き着いてるわけね。で、ちょっと待って、あっ、高箱が2つ取れる。前のマップのさ、左の方に高箱、ここも2個あったと思うんですけれども、前のマップで流したじゃない、ブロックの流す位置によってね、取れないものが出てきちゃうんだって。で、今回私、このマップの高箱を取ることに。楽勝って感じ。したというかなったので、前のマップのあの高箱2つはもう取れないですね。そう、今回はここを取ります。ヘブンズフィッシュ、これ何？装備すると戦闘中何か変化が。え、豊かな磯の香り。でも刺身だけ。あ、これ何？見た目変わる装備ってことか。あ、でもめっちゃ下がるな。何か変化ってなんだろう。ちょっとつけてみる。あ、センガルド、お金ありがたいです。よいしょよいしょ。登って、あ、ほら、セーブポイントあったね。あそこあそこあそこ目指して終わろう今回は。雑魚は死ね。あ、ね、頭見て見て、魚ついとる。しまった。おいしい。これが厄介だ。癒しの力。報酬客。もっと楽しませてくれよ。ここの高箱、ストロングバンダナ、これはエミルかな。おお、いいですね。ちょっと魚外すか。魚頭。はあれ、ストロングバンダナ、ヘブンズフィッシュ下がるもんね。で、いいんだよね、これで。オッケーオッケーオッケー。はい、よし、セーブポイント見つけました。ということで、じゃあ、次回で多分ボス戦だと思うので、それはまた、はい、次にします。お疲れ様でした。